データイムストリートは FM 山口で2009年4月1日から2015年11月26日まで放送された昼の大型ワイド番組パーソナリティは荒井美智子2010年3月31日までの放送時間は13時30分15時50分だったが4月1日に16時55分までに拡大された JFNC 制作のワンダフルゴーゴー 終了に伴い開始した。この時間帯に自社制作番組が設置されるのは1996年に終了したグテイアフタヌーン以来である。なお、開局当初はコットンクラブが自社制作でガツ大14時から放送されていてコットンクラブ終了からグテイアフタヌーン開始までは一時的に JFNC 制作のヒルサイドアベニューとなっていた。 2010年春の改編で、サンセット、スタジオフミみイ,イブニングターミナル以来続いてきた月から、期夕方の自社制作番組が終了し、JFNC 制作のニュースデリバリー、イブニングエディションマイナスに移行したことに伴い、放送時間が1時間拡大した。そのため、夕方の番組の中の企画が移ってきており、夕方の自社制作番組要素も兼ねている。なお、年末年始は、 放送を休止する。14時55分から15時はジャパン。ふるさとネットワーク。16時45分から17時はニューディスクプレビューを放送。14時55分から15時はジャパン。ふるさとネットワーク。16時45分から17時はパワープレイを放送。2011年11月15日、新井が体調不良で番組出演を見合わせた。ピンチヒッターは ぬくしなゆき。その後も体調が回復せず、16日もぬくしなが担当。17日は、モーニングストリートの DJ でもある、山と良子が担当する。2015年11月26日の放送で6年、7ヶ月の放送に幕を下ろした。新井は、朝の番組ピュアモーニングを担当する。当番組の後継は、放送時間が1時間半遅らせられ、 前半部該当時間は JFNC からのネット番組フェイスとなった。後半部及び次枠番組のニュースデリバリー、イブニングエディションマイナスにあたる時間は後番組である山と良子によるコジーナスを放送。ありがとうございます。